白山ゼンマイをすまんだバンクシーホーリアは、タンム状複用の葉を持つ、ゼンマイ科のシダ類。一つの葉の中ほどの右辺だけが、放射能をつける。熱帯系の種である。常緑性のシダ植物で、やや大型の種。根茎は斜めに立ち、あるいは直立する。傭兵は硬くて丈夫で、針金状をしており、葉の表と共に光沢がある。 葉は単語上を吹くようで、長さは1から1.8メートル、陽心は角質。陽心中央よりやや下に位置する数体の右辺だけが、方指能をつける、部分的に型を示す。通常の右辺は、線形で、長さ15から35センチメートル、幅1から2センチメートル。主軸とは40から50度の角度を持って出て、円は厚みがあって、大きな挙子がある。基部は、 主軸と関節を持ち、特に下方の右辺は短い柄がある。側脈は右上になり、株の脈では2差分子が見られる。胞子脳をつける右辺は縮んだようになって、幅は2から4ミリメートルととても狭く、長さも普通の右辺の半分程度しかない。胞子が散布されると、胞子脳のつく右辺は脳褐色になって脱落し、通常の右辺のみが長く残る。 なお、宝子脳のつく右辺を持つ葉は、年間に数回出る。なお、右辺の基部に関節があるため、この植物は、葉が枯れるときは、多くの右辺がバラバラに散り、乾燥標本にすると右辺が脱落しやすい。和名は、鹿児島市の城山にちなみ、この地で最初に発見されたことによる。本種では、静岡県と和歌山県、四国南部、 九州中南部から琉球列島に分布し、国外ではアジアの熱帯、亜熱帯域に広く分布する。鹿児島県以南では珍しくない。湿った崖に生え、川沿いなどに多い。全イ族の中で本種は常緑であり、葉が一貫以上で角質である点、また右辺の基部に関節がある点などが独特で、 細分族として、白山全米ア族サブジェン、プリーネッシムとする。あるいは、これを独立族として、プリーネッシムバンクシーフォーリアとする説もある。これに属するものは日本では、本種だけであるが、以下のような種が、東アジアから東南アジアに分布している。環境省のレッドデータでは特に取り上げていない。県ごとの指定では、北限区域で指定されている。 上日のように以南の地域では普通種であることを反映していると思われる。以下、記載は、種として、岩月編、P74 巻の、P10 田川、P36 巻の、P10 岩月編、P74 田川、P36 加藤、P78 田川、P36 ここまで種として、岩月編、P72。ありがとうございます。